だが人生とは残酷だ。アリンさん、僕を信じてついてきてほしい。シャルマン様、私とフェアライズしましょう。私は歌います。皆さんを救うために。これが歌の力。ごめんなさい。アリンが俺の前から消えるってことか。アッキファングメ、この僕が必ず殺してやる。届けます。行くかい。ヒロイン登場ですわ。ですわ。やったるで。一生懸命やります。アタックエフェクト。
足は引っ張りません。やったるね。アタックやっからじゃあ行くか。私の番ですわね。近寄らないで。当然ですわ。足は引っ張りません。うずうずしてったろ、アリン。眠りたいの。来い、アリン。行こう、ファグ。本気を見せて。ギア上げてくぜ。さよならだ。ファング！ファングさん！あらら。女神と邪神が争い始めちゃったか。また同じ道になっちゃうけど、まあいいか。面白くなれば許してくれるっしょ。ほんときっかけって何だっていいよな。明日の天気でも味噌汁の具でも、波紋は石ころ一つあれば起きるんだし。フューリーか。決めた。次はこれにしよう。破滅はあくまでさりげなく。さあ、誰も見たことのない混沌へ。どっかの誰かが退屈しない遊びを思いついてくれますように。
まうま、もう食べられん。ああ、夢か。ああ、寝たな。いや、死ぬほど寝られた。というか、死んでたんじゃねってぐらい寝てたな。まるで10年ぶりくらいに目覚めた感じで、気分も最高だぜ。ここが牢屋じゃなけりゃもっと最高なんだけどな。ふざけんな！なんで俺がこんなところにいるんだよ！出せ！出せよ、こんちくしょう！やめたやめた、余計な体力を使っても腹が減るだけだ。あ？なんか前にもこんなことあったな。そうだ、アリンと最初に出会った頃も牢屋にいたんだよな。無銭飲食の疑いをかけられて、ゼルウィンズの牢屋に入れられてよ。あの時は妙に牢屋が居心地よくて、3日くらい寝て過ごしてたら、アリンが迎えに来てくれたんだっけか。いやー、懐かしい。アリンっていうのは妖精で、簡単に言うと俺の相棒みたいなもんだ。ゼルウィンズにあった妖精武器フューリーを俺がその場の乗り感覚で抜いたことで、そこからは一心同体の関係っていうか。いや違うな、そんな真っ当な関係じゃねえ。俺様がアリンの主人で、あいつは従順なしもべ。まあだから完全に主従関係ってやつだな。まあとにかく俺はアリンと出会ったことでフューリーの使い手フェンサーになった。で、今は女神を復活させるために世界中のフューリーを探し回ってるってわけだ。あ？なんでそんなことしてるかって？アリン、そうしろってうるさいんだよ。アリンのやつは記憶を失ってるんだが、なぜか女神を復活させるっていう使命だけは覚えてるな。ま、正直フューリー探しは面倒だが、女神を復活させると何でも願いを叶えてくれるらしいんだけど、そんなご褒美があるならってことで仲間と世界を回ってる最中だ。で、世界を回ってるはずの俺がなぜこんな汚い牢屋にぶち込まれたのか、その理由が知りたいんだな。いいだろう。そもそも俺がこの町に来た理由は、とある金にがめつい情報屋からこの町にフューリーがあるって聞いたからだ。んで、ゼルウィンズから遠路はるばるここスウィルバーチまでやってきたはいいが、到着と同時に最大の不幸が俺を襲ったんだ。財布を落とした。出しただけでも腹が立つ。あんな腐れ財布。もちろん速攻の裏側からゴミ箱の中まで徹底的に探しまくったぜ。だが財布を見つけることはできなかった。そして俺は思った。ああ、やる気なくした。フューリーとかもうどうでもいい。俺の財布が行方不明の世界なんて滅びてしまえばいい。
の中にこそ光あり、絶望の淵にこそ希望あり。財布をなくし、貧血で苦しみ、腹が減ってもう一歩も動けない、そんな絶体絶命の状況の時だった。俺の目に飛び込んできたんだよ、光り輝く黄金の上りがな。スウィルバーチ名物すり鉢ラーメン、超特盛りを食べきれたらお代は無料。泣いたね。ああ、俺はワンワン泣いたね。俺は一瞬も迷わずにラーメン屋に飛び込んだ。そして産声を上げるかのように力いっぱい叫んだ。すり鉢ラーメン超特盛り一丁。だが人生とは残酷だ。ラーメン屋に飛び込んだあの決算がまさかさらなる悲劇を生むことになるなんて。続きが気になるかな。だが残念ながら続きは次回だ。次回ファング懺悔、逃げろ体力の続く限り、地平線の彼方へ、ご期待ください。なーに、ゴキブリ相手にもったいぶった言い方をしてるのよ。結局お腹いっぱいになっちゃって時間切れで食べきれずに終了。払うお金もないから牢屋へ一直線ってだけじゃない。はあ、もうあんたって人はいつまで経っても変わらないわね。もっとしっかりしなさいよ。はっ、待ちくたびれたぜアリン。ファング、助けに来たわよ。まったく、いつも面倒を起こしてくれちゃって。アリン遅いんだよ。しもべなら主の危機にいち早く駆けつけろ。誰があんたのしもべよ。前にも言ったけど、フェンサーと妖精は対等なの。絶対に覚えておいて。でも確かに少し遅かったみたい。まさかゴキブリ相手に会話をしてるなんて。ごめんね、ファング。私がもう少し早く来られてたら、手遅れの状態にはなってなかったかも。やめろやめろ、そう深刻になるな。あれはちょっとした気の迷いだ。暇すぎてふざけてただけなんだ。本当なんだか随分と楽しそうだったけど。忘れろ、今すぐ忘れろ、一生忘れろ。俺もそうする。完全に黒歴史だ。それならいいんだけど。とにかくここから出せ、一刻も早く抜け出すぞ。へえ。なんだ、何かおかしいこと言ったか。なんか意外だなって。どうせファングのことだから。牢屋は三度の飯が出て快適だとか、好きなだけ寝られて最高とか言うと思ったのに。最初俺だってそう思ったぞ。でもな、全然ちげえから。ここはそんな生優しいところじゃねえんだよ。強制労働とかいうふざけたもんをやらせやがるんだ。ああ、なるほどね。
肉体労働とか？違う！そんなまともなもんじゃねえ！ここの強制労働はな、天井から落ちる水滴を半日数えさせられたり、おにぎりを渡されて米粒が何個あるか調べさせられたり、砂場の砂粒を数えさせられたり、全く意味のない生産性ゼロのことを延々とやらせるんだよ。うわ、もう嫌だ。完全に嫌がらせに決まってる。だね、それはゴキブリとも話し出すわけだ。俺の苦労を分かってくれたか。ならほら、さっさとここから出してくれ。俺の心が完全に壊れちまう前に。なんだ、急にうすら笑いして。気味悪いな。今ならファン、私の言うこと何でも聞く感じだよね。悪い顔をしていやがる。ほらほら、冗談はそこまでにして早く鍵を開けろって。あれれ、そんな言い方で大丈夫なの？待て待て待て、お前 S キャラってわけでもないだろ。無理するのは良くないぞ。いつもの素直で優しいアリンでいい。ありのまま、ありのままが一番だな。開けろください。開けてください。いい機会だから約束もしてもらっちゃおうかな。これからは私のことをちゃんとパートナーって認めること。はい、復唱して。なんだそれ。私とファングの間には切っても切れない濃い絆があるんだから、それも認めて私をきちんと尊重すること。わかった？ああ、はいはい、わかったわかった、約束するよ。約束するじゃなくて、ちゃんと口に出して。めんどくせえ。一生ここで砂粒を数えてる。アリンをパートナーと認め、尊重します。約束だからね。今度はそっちが約束を守る番だ。ほら、さっさとここを開けろ。はい、ちょっと待っててね。この狭い廊下のおさらばだぜ。じゃあな、同居人のゴキブリ君たちよ。できればもう会いたくはないが、これからも元気で過ごしてくれ。いやー、出れた出れた。ふふん、助けに来てあげた私に感謝してよね。ああ、そういえばそうだったな。いったー！なんで私の頭を叩いたの？生意気なしもべにお仕置きしただけだ。またしもべって言った。私を尊重するって約束したのに。何が約束だ。
あんな不利な状況での交渉はただの脅迫だ。守る価値なんてない。それはそうかもしれないけどさ、私だって頑張ったんだよ。ファングが食い逃げしたラーメン屋さんにはお金を持って謝りに行ったしさ、ここに来るのだってたくさんの監視を魔法で眠らせたし、自分が捕まるかもしれないのにだよ。分かった分かった、とにかく助けに来てくれたことは感謝する。ありがとうよ。なんか気持ちこもってないけど、話進まないし、いいことにしておくわ。んで、出口はどっちだ？もちろん、脱出ルートも確保済みなんだろ？えへへ。それがさ、余計なおしゃべりしてたから、眠らせる魔法は解けちゃったかも。つまり、監視はみんな元気いっぱいで、俺たちを見つけたら血眼で襲ってくる、と。え？何がデジャイ！お前責任持ってもう一度監視たちを眠らせてこいよ！無理だよ！そこまでの元気残ってない！くそ、こうなったら仕方ねえ。邪魔する奴はぶちのめしていくか。
なんとか脱出できたな。やっぱりシャバの空気は最高だぜ。あ、アーリン遅いぞ。もたもたしてると置いてっからな。よいしょよいしょ。ねえ、ファングも手伝ってよ。あ、それってもしかして。そう、監視に取り上げられてたフューリー、ちゃんと回収しといたんだから。おお、よくやったよくやった。ほら、いっぱい褒めてやる。よし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 。角砂糖も食べるか。バカなこと言ってないで、あんたも運びなさいよ。こんなか弱い女の子に運ばせて心が痛まないの。アリ、お前はか弱くなんてない。たくましくて頼りになる俺の最高の相棒だ。こういう時だけ調子いいこと言うな。わかったわかった。んで、どうすんだこれから。一度ゼルウィンズに戻ろうよ。みんなも待ってるからさ。それがいいか。さすがにゼルウィンズまでは監視たちも追っては来ないだろうし。それにゼルウィンズの仲間たちもリーダーの俺様が不在でずっと心細い思いをしてるだろうしな。早くあいつらに元気な顔を見せてやって安心させてやるか。別に心細くなってないよ。みんな好き勝手に過ごしてるし。そんなわけないだろう。大事な大事なリーダーが不在だったのに。全然まったく1ミリも。ティアラもキュイもハーラーもバハスもガルドもマリサもシャルマン様もリュシンもKR 鉄道より通常運転よ。はあ、でも分かったぜ。うんうん、そういうことか。そうだよな。みんな本当は不安でどうしようもないけど必死に隠してるんだろう。いつもと同じ日常を送ることで他の仲間を動揺させないようにさ。それしか考えられん。でもそれなら私が助けに行くって言った時みんなもついてきてくれるはずじゃない。確かにここにはお前しか来なかったな。ちなみにだが、お前が助けに行くって言った時他の奴らの反応はどんなものだった。いってらいってら。うん、それだけ。それだけ。本当に？本当に。ガチで？ガチのマジで。ガチのマジか。みんな、いってらーって一言だけ。ゴキブリ君たちのところに帰る。せっかく出てきたのに？うるさいうるさいうるさい。もうあんな白状者どものことなんて知らねえ。俺は真の仲間のもとに帰るんだ。待っててね、ゴキブリ君たち。ダメだって。ちょっと待ってよファング。離せこんちゃ。ああ、もう落ち着いてってば。ほら、みんなの反応だってさ、ファングのことを信頼してるから逆に少しも心配してないって感じかもだし。いってらーっていうのも、ファングなら仲間の力がなくても余裕で脱出できるって分かってるからでしょ。もうだな。現にこうして俺は一人の力で牢から脱出してるわけだし、それだけ信用されてるってことか。私の存在忘れてる？細かいことはいい。ほら、ゼルウィンズに帰るぞ。帰ったらパーティーだからな。リーダーの帰還を祝って盛大にやってくれ。ほんと単純。
ほんなら皆さん、我らがリーダーの帰還を祝って乾杯。乾杯。骨の髄まで染み上がる。よしお前ら、今日は俺様が主役だからな。力の限り俺様をもてなせよ。常に俺様を喜ばせることだけを考えろ。ってことで、まずは一人ずつ俺様の帰還について感謝の言葉を述べてもらおうか。では私たちを代表して、私のパートナー妖精であるキュイがファングさんにお言葉をお送りしますわ。感動するスピーチなんでしょう。これでファングさんへのお言葉は終わりです。以降はおのおの歓談の時間ということで。ちょっと待て、キュイの言葉なんてわかるわけないだろ。やり直した、やり直し。ゴキブリの言葉はわかったのに。その件を蒸し返すのはやっと忘れてきたところなのに。そもそも私たちの感謝の言葉よりもファングさんの謝罪の言葉の方が先じゃありません？ファングさんの食い逃げというおバカおまるだしの愚行のおかげでフューリー探し自体が中止になったのですから。さあ謝ってください。この私に頭を垂れて誠心誠意ですわ。ああもう無視だ無視。高慢高飛車女に付き合ってたらせっかくの宴が冷めちまう。なんという暴言。もう一度言ってくださっても構いませんのよ。ティアラ、なんか前よりもひどうなってんな。ほら、くだらねえことやってるとせっかくの料理が冷めちまうぞ。今日はいつも以上に腕によりをかけて作ったんだからな、残すんじゃねえぞ。当たり前だろ。牢屋の中でどれだけバハスのおっさんの手料理を夢見たことか。いただきまーす。やべーやべーよ、めちゃくちゃうめー。感動してなんだか泣けてきたぜ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。おいハラ、お前のおっさん妖精とアリンを交換しようぜ。そうすれば毎日うまいもんが食える。それは願ったり叶ったりだ。そうなれば私も好きなだけアリンちゃんを研究できる。ひぃ、却下却下、勝手に妖精トレードしないで。俺もハラーから離れるわけにはいかねえからな。自慢じゃないが、私は自分の服や下着がどこにあるか把握していない。バハスがいなくなったら、その日からほぼ裸で過ごすことになるだろうな。まあ、そうなったところで別に大問題というわけではないが。いや、大問題だろ。お前もいい大人なんだから、せめて自分の身の回りのことくらいはきちんとできるようになってくれ。脱いだ服は洗濯かごに入れる。自分が使った食器はきちんと洗う。風呂上がりに裸でうろうろしないとかな。ほんとバハスってお父さんみたいですわね。でもバハスさんがお父さんなのでしたら、あちらはお母さんですわ。ほらガルドちゃん、お口の周りにケチャップがついているわよ。さ、ふきふき。あと、さっきから食べてるお料理がお肉に偏っているわ。お肉、お肉、野菜。お肉、お肉、野菜のリズムでいきましょう。おう、任しとき。
お肉、お肉、野菜。はあ、バハスもマリサも自分のパートナーを甘やかしすぎだよ。あら、それはアリーさんも同じではなくて、食い逃げで捕まった自業自得の人をわざわざ助けに行くんですもの。相当な甘やかしだと思いますけど。それはだってファングがいないとフューリー探しもできないから。だから仕方なく助けただけ。別に甘いとかそういうのじゃないもん。あくまで私のために動いたの。あら、フューリー探しでしたらシャルマン様がいれば滞りなく行えると思いますけれど。確かに。おい、ちょっと待て。今聞き逃せない言葉があったぞ。リーダーの俺様がいなくてもシャルマンさえいればフューリー探しができるとかなんとか。ポジティブ。ティアラがそう発言しアリンも同意した。そしてその判断は間違っていない。おいシャルマン、お前の妖精バグってるんじゃないか。おかしなこと言い出したぞ。そうですか。至って普通のことを話してると思いますね。ファング君の気のせいじゃないですか。むっきー、その余裕しゃくしゃくって態度がムカつくぜ。いつも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 。それは申し訳ありません。僕もファング君みたいに汚く醜い欲望を本能のままさらけ出せればいいんですけど。ネガティブ。シャルマンには理性と知性がある。どう転んでもファングにはなれない。今日は俺様が主役なんだぞ。シャルマンじゃなくて俺様を褒めろよ。はい、いい子いい子。ファングちゃん、なでなで。だあ、そんなんで喜ぶのはガルドくらいだ。俺様を子供扱いすんな。いくらなんでもそれはひどいで、旦那。ワイにもマリさんにも失礼や。うるさいうるさい。こうなったらもう楽しみは食うことだけだ。バハス、ありったけ持ってこい。たく、しょうがねえな。ほら、これでも食って仲良くしろ。うっしょー、旦那、このコロッケ最高やで。こっちのハンバーグも絶品や。こっちのオムライスもやべえ。ガルド、そのドリアと交換しろ。またいつもと変わらない騒がしい日常が戻ってきた。ファング不在時は静かに過ごせたし、作業効率も上がった。やはりファングはリーダーとして不適格なのでは。僕はそうは思わないな。リーダーとは良くも悪くも場の空気を制する力があるものが適任だと思う。周囲を巻き込み目標に向かって突き進む力。そういう意味ではファング君はリーダーとして適任だよ。判断を保留する。僕もひとまずはファング君が作り出した波に乗ろうと思う。目指す先が世界平和である限り。おいシャルマン、何すかした顔してんだ。早く食べないと肉なくなっちまうぞ。ありがとう。今はそっちに行くよ。ああ、ファング、その最後のプリンは私の。食べちゃダメだってば。うるせえ、早いもん勝ち。なら私がもーらい。ギャー、そんな殺生な腹。ほらよ、両親。シャルマンが気に入ってた料理のレシピだ。礼を言う、バハス。今度、返礼として希少な食材の確保を約束する。はあ、私も少し食べ過ぎちゃったかしら。明日は普段より多めに運動しなきゃね。ダイエットですの？それなら私もお付き合いしますわ。
どうしてぼーっとしてるのかって？なんかいいなって思って、仲間がいて笑い合って楽しくて幸せで、キュイー、こんな時間がずっと続けばいいのに。今日も頑張ってピューリー探しに行きましょうか。おう、しっかり頼むぜ。あんたも頑張るのよ。あ、いたいた、お兄ちゃん、毎度。おう、ロロじゃねえか。俺を探してたのか。うん、今日はいいネタ見つかったから、いつもひいきにしてくれるお兄ちゃんに教えてあげようと思って。本当に？あんたいい子ね。でしょ？だからお金ちょうだい。それがなきゃもっといい子なんだけどな。で、その情報ってのはなんだ？フューリーの場所でも見つかったのか？このお値段ね。相変わらず高いな。とか言ってもちゃんと払ってくれるんだよね、お兄ちゃん。だから大好き。はいはい、ありがとうよ。で、フューリーの場所はどこだ？うん、知恵の回廊で見つかったって話だよ。強いモンスターがうようよしてるらしいから、しっかり稼いできてね。知恵の回廊。どうかなさいましたの、アリンさん。え、あ、うん、なんでもない。それじゃすぐに出かけようよ。あれ、シャルマン様は？そういえば今日は姿を見てへんな。どこか出かけとるんか？ひ、あんなやついらねえよ。とっとと出かけてサクッとお宝見つけしまおうぜ。お待たせして申し訳ありません。少し野暮用があったもので。ひ、別に待ってねえよ。フューリーのありかをロロから仕入れた。知恵の回廊に行くぞ。知恵の回廊ですか。厄介な場所だと聞いたことがあります。気を引き締めていきましょう。厄介な場所というのは？三本の塔を完成させたのはあのアルレルトだという話ですからね。未知の装置や罠があってもおかしくない。ですから冒険者たちも厄介な場所という認識を持ち、入るのを嫌がる人が多いそうですよ。キッ、冒険者のくせに臆病者とは笑わせる。そこにお宝があるなら罠なんざ関係ねえって飛び込むのが真の冒険者ってもんだろうが。そうですね。無策で突っ込んで罠にかかり、断末魔の悲鳴を上げ屍になるのも真の冒険者ならではですね。お前ら気を引き締めていけよ。わかりましたから、さっさと出発しましょう。こんなことでは日が暮れてしまいますわ。